て陶芸をやりますっていう人でも、作れるようなやり方で指導させてもらってるので、うん、初めてだけど多分楽しんで好きなデザインの土鍋を作ってもらえると思います。初心者の方でも簡単に作れるようにろくろを使わず本体と蓋の型に土を貼り付けて形を作ります。そうすることで蓋が合わないなどのトラブルもなく飾り付けなどオリジナリティを出す作業に専念できます。またこの方法であれば服が汚れにくいため普段着でも気楽に陶芸体験を楽しんでいただけます。陶芸をやったことがある人も、初めての人も、オリジナルの土鍋をぜひ作りに来てください。お待ちしてます。